大相撲名古屋場所2日目、防衛道、右、馬送り出しで玉鷲を下して初白星、撮影、北朝、写真を拡大、在。相撲名古屋場所2日目、2018年7月9日ドルフィンズアリーナ、防衛道が玉鷲を下して初日を出した。立ち合いは呼吸が合わず3度目で成立。当たった後に上手を取り、すかさず体を開きながら出し投げを打ち、後ろに回って送り出し。上手が取れたからね。突き放されないように密着していこうと考えた、と強烈な突き押しをうまさで封じた。角番脱出へは、一番一番、しっかり取っていきたい、と気を引き締めた。